ではトレンド情報トレリンです。最近はテイクアウト対応のお店が増えてきて、いろんなお店の味を家庭で気軽に楽しめるようになってきましたよね。そうですよね。そこで今日は宮崎市に新たにオープンしたテイクアウト専門店を2軒ご紹介します。まずやってきたのは宮崎市大塚町に7月にオープンした宮崎鶏餃子マルキン。店内に入ると大きなショーケースが待ち構えています。すごい、餃子にシューマイにチキンバーとかあるんですね。圧巻ですね。冷凍の生餃子、生シューマイのテイクアウト専門店です。宮崎県産の新鮮な鶏肉と国内産の野菜を使用した餃子となっております。高タンパク、低脂質、低塩分のヘルシーな鶏餃子ですので、小さいお子様からご高齢の方まで幅広く楽しんでいただけます。プレーンと青唐辛子入りの2種類あり、プレーンの鶏餃子は独自の配合で肉肉しさがありつつジューシーに仕上げています。製造後すぐに急速冷凍することで包みたての美味しさをキープしており、いつでも美味しくお召し上がりいただけます。案内に沿って調理すればお店の味に負けない美味しい餃子が家庭で楽しめます。いただきます。美味しそう。皮はもっちりしていて、中の鶏肉がジューシーですごく美味しいです。これはもうご飯が食べたくなりますね。続いて青唐辛子入りは、青唐辛子の爽やかな香りとピリッとした辛さがいいですね。どちらも具沢山で食べ応え満点です。さらに気になるチキンバーは、宮崎では珍しい冷たい唐揚げです。こちらも宮崎県産の鶏を使用しておりまして、カリッと美味しく仕上げるために二度揚げしております。2、30分自然解凍させればお召し上がりいただけますので、揚げる手間いらずで便利です。楽ちんですね。甘辛くしっかりした味付けで冷たいからこそ美味しいという不思議なチキンバー、ビールのおつまみやおやつにもおすすめです。こちらでは今月早くも2号店がオープン。商品はオンラインショップでも購入できます。続いてやってきたのは宮崎市に先月オープンしたコッペパンサンド専門店コペリアーノ。店頭を覗くとほとんど商品がないですね。はい、いつも昼過ぎには品薄な状態となっております。そうなんですね。ということなので今回特別に準備していただきました。ちょっと大きめのコッペパンに卵やチキン、魚のフライなどがサンドされた惣菜系と、あんこやクリームなどがサンドされたスイーツ系、合わせて13種類が毎日並びます。店長の井戸川さんはおよそ20年のサラリーマン生活を経て一念発起、いわゆる脱サラでこちらを始めました。自分でも通いたくなる店をという考えのもと、コッペパンサンド専門店をオープンさせました。コッペパンサンドによって味とボリュームと値段いずれも満足させる商品を提供できています。想像以上にたくさんのお客さんに来てもらいまして大変嬉しく思っております。店長の自信作は鶏肉を使ったメニュー。こちらのハム卵は県産の鶏肉を低温調理でじっくり仕上げた自家製の鶏ハムを使用しています。お味は、鶏ハムが甘みがあってジューシーですごく美味しい。このゆで卵との相性も抜群ですね。またタンドリーチキンは鶏肉をニンニクと生姜に一晩漬け込み、スパイスを効かせて仕上げた一品です。食欲を刺激するスパイスの香りと鶏肉が柔らかくて旨味があって、これもたまりませんね。このほかアンマーガリンなどのスイーツ系はおやつにぴったり、お子さんから年配の方までみんなで楽しめるメニューが揃っています。味、ボリューム、値段、三拍子揃ったコッペパンサンドと、
餃子の町を目指す宮崎をさらに盛り上げてくれそうな鳥餃子。どちらも目が離せません。